備の入植により乱世は三国鼎立の時代を迎える。その後蜀は定軍山にて魏軍を駆逐し漢中異勢を制圧。一方で孫権の要求をのみ慶州の大部分を孫呉へ返還した。蜀と呉の盟は良好に保たれ、東西から大国魏を睨む。三国の関係は安定にも似た拮抗を見せていた。それぞれに国を富ませ力を蓄える劉備、曹操、孫権、それは乱世の永続あるいは激化をもたらしかねない。ならば少子国力とも充実する今こそ乱世を終えるべき時。かくして諸葛亮は曹操との決戦を奏上、劉備もこれを承認する。決戦、その響きに血をたぎらせる関羽、馬超、甲胄、歴戦の猛将たちが今五条原に誘約する。この馬毛騎何者にも屈しはせんぞ。この五条原で曹操との真を決する。皆私に力を貸してくれ。最後に勝つのはこの孫武尊よ。曹操を打ち天下に正義を示す。いざ馬毛騎参る。待てなか、投石隊攻撃を開始、諸軍を迎撃せよ。投石ね、指揮する将に降伏してやればいい。受けてみよう。宝石なんぞで俺様が止められるかよ。待ってやがれ、すぐぶちのめしてやら。なんという武勇。敵将馬毛騎が討ち取った。おい、我が治癒で葬ってくれるわ。馬毛騎が討ち取った。
と馬毛騎が討ち取った。おー、いいね。その調子で頑張んな。
なんとも勇ましき戦ぶり。
我が波動を阻まないと必死に来たからだが貴様にこの脇を倒すことはできん。覚悟せよ曹操、その脇を燃やす。貴様を撃ち一番断層を超える。乱世に耐えるか。乱世最大の敵曹操はここに倒れた。皆よくやってくれた。私たちの勝利だ。